時には少し休んでノートを見返す。そうすると風から読み取れる情報がより鮮明になり、絡まった思考も解きほぐされるんです。脅迫者さんもやってみますか？この辺りです。以前も葉っぱから嫌な気配を感じたのですが、あまりにもかすかなものだったのでその時は断言できませんでした。ですが今は意識せずとも伝わってきます。ですが今は意識せずとも伝わってきます。この場所にあふれる惨悔や憎悪の感情はとても強い。脅迫者さん、ここには何かおぞましい過去があるはずです。まずは無音区の中に残像を片付けましょう。気をつけてください。あんこに近づくな。ぐるぐる、響き渡る。行くよ。これも音の力ね。よっ、これで終わりよ。アンコールの時間だ。幕開けだ。これ楽しいね。出た。遊具万象は好み。行くよ。一気。これも音の力ね。メイ来て。行くよ。行こう。アンコールの時間だ。アンコに近づく。ここには何かありそうですか？儀式で使われていそうな変わった木札ですね。どうしてここにこんなものが？普通は指導とかにあるはず。それにかなり古いもののようですね。過去の記録によるとこの村の人々にはある信仰があり、定期的に大規模な古い祈りの儀式を行っていたようです。その儀式で使われていたのでしょうか？他のところも回ってみよう。同じ言葉を繰り返しているようですね。しかしこれは普通の残像ではありません。残像とは本来他の周波数を吸収することによって生まれた存在。
おそらくこの残像は人間の周波数を飲み込んだのでしょう。繰り返される言葉は襲われた人が残した意識の再生、つまりこれはその人の断末魔であり、ここで起きた血塗られた事件の一端。ごめんなさい。いえ、そういうわけではないのですが、とても複雑な感情を感じ取りました。深い悲しみとほんの少しの期待。漂白者さん、私に考えがあります。私には救済を切望する声に、あの残像の悲鳴、そしてこの村の悲鳴が聞こえました。この村は助けを求めています。この奈落の苦しみから解放されることを期待しています。ここで起きたおぞましい事件、そして残された被害者の反響、これらの痕跡を見る限りそれほど時間が経っていないようです。風に残されたメッセージもまだ消えていません。無音区の影響か、ある人為的な介入なのかは分かりませんが、この出来事はまだ表沙汰にされていないようです。でも私は今私たちにしかできないことをすべきだと思います。被害者がまだこの場所にいるかもしれません。それに危険な何者かの気配も感じました。この状況は鹿にも伝えます。ですが正式な調査隊が到着するまで私たちで調査を進めてみませんか。すみません、根拠のない主観的な意見で。ありがとうございます、漂白者さん。では注意して進みましょうか。この子はここにいさせてあげましょう。このあと小さいですが何か変ですね。敵との戦闘でできたものではないような、負傷者が引きずられた跡にも見えますね。見てください、ここ大量の足跡があります。争いの痕跡ですね。ここで何かしらの争いが起き、そして負傷者が出たということでしょうか。これはもしかしたらフラクトシデスの仕業かもしれません。フラクトシデス。はい、私も詳しくはないのですが、過去に東博としてフラクトシデス絡みの事件に関わったことがあります。フラクトシデスは人間と残像を融合させようとする強敵な組織です。規模も大きく、過去には各国で何度かテロを起こしています。人間と残像を。フラクトシデスは今週でも活動の爪痕を残していて、確認された組織の末端人員はアーティファイサーと呼ばれています。さらにその上には指導者である観察がいます。それぞれ異なる能力を持ち、格別に危険とされる存在です。彼らの本当の目的、それは世界の滅亡、永遠の力を手に入れるなど、その主張は様々で正確には誰にも分かりません。ですがその恐ろしい組織の中でも特に目立つ観察がいます。全ての秩序を破壊し悪行に興じる混沌と狂乱の代弁者、フラクトシデスに関連する証拠ファイルでこのカードを見たことがあります。フラクトシデス観察の一人、スカー。これは彼のものです。もし彼が関与しているのであれば、この村の人々は残忍で非道な仕打ちを受けたに違いありません。
ああ、せっかく用意した自己紹介が台無しになったな。改めて自己紹介しよう。そうだ、俺がスカーだ。その残忍で非道な狂人さ。せっかくのご対面だ。邪魔されたくはないだろう。あの子はお前の判断を鈍らせる。そうだな、お前には嫌われたくないからな。ああ、あの子は無事だ。でも今は二人だけの時間を楽しもうぜ。関係ねえやつのことは忘れてな。話したいことがたくさんあるんだ。記憶をなくしたんだって。ああ、そうだ。教えてやるよ。すでにお前は争いの中心にその身を置いている。未知の存在の登場が、熾烈な争奪戦の幕を切って落としたんだ。これまでお前が会った全ての人、あの子も含め、みんなお前の役割を理解している。ああ、この世界は貪欲で残酷だよ。生きている人間をただの駒として扱うなんて。だから俺が真実を教えてやろう。酷な運命に向き合おうとしている俺の大切な友達のためにな。これは俺の誠意なんだよ。ではお前の選択を楽しみにするとしよう。俺の目的は至って単純。互いをより深く知りたい。ただそれだけだ。さあ、もう少しこの村をよーく見てみようか。答え合わせはその後だ。世界を知れば知るほど、お前が何を選ぶべきか、おのずと明白になる。俺たちのゲームがもっと面白くなるぜ。それまでは、貴重な二人きりの時間に邪魔が入ってくるのは嫌だからな。おいおい。勝手に犯人扱いするなって。この村に何があったって聞きたいのか。直接は教えられない。そんなことをしたら興ざめだ。それに言っただろう、よく見てから答え合わせしてやるって。ほら言ってみろ、何を見た。もうそこまで気づいたのか。じゃあここで何が起きた。お前もここにいた人たちを信頼していないようだな。あいつらの言う通りだ。お前は特別だ。高い洞察力と正確な判断力、そして人間に対する的確な認識を持っていること、とても喜ばしく思うよ。では重要な手がかりを教えてあげよう。この村の事件はそう単純なものじゃない。
この物語の登場人物は無垢な少女、人望高い村長、そして純朴で善良な村人たち。筋書きは愚かな崇拝、揺れ動く善意、知れ渡る嘘、奪われる命、そしてあの小さくて特別な存在、やがて迫る死と。これ以上はネタバレだ。さあこの村を見てくるといい。お前が紡ぐこの村のストーリー、楽しみにしてるぜ。なんだ、まだ俺と話したいのか？断る。おっと、俺を脅そうなんて考えるなよ。今は手札があるからな。がっかりさせないでくれよ、漂白者。これが物語の始まり。村には自由で幸せな子ヤギの群れがいました。夕方になると子ヤギたちは集まり、狼に見つからないように身を隠していました。人はおとぎ話から教訓を学び、そして伝えようとする。だがこういった話は大抵事実を改変してできたもの。それに同じ話でも語り手が違えば全く異なる話に変わることもある。聞き手が理解する物語は数多あるバージョンの一つに過ぎないんだよ。まるで今の俺たちにそっくりだろ。残念だが全てのきっかけは俺じゃない。この村は俺と今週の因縁の始まりなんだ。お前を導いてくれたレインに感謝しないといけないな。ある日、ヤギ飼いがこの村にやってきました。ヤギ飼いは子ヤギたちに食べ物と隠れ家を与え、子ヤギたちの願いを叶えてくれました。それから。そうか、そんなに続きが気になるか。安心しろ、まだ物語は始まったばかりだ。ヤギ飼いは子ヤギたちが欲しいものを全て与えてくれました。子ヤギたちはヤギ飼いに尻尾を振ることによってたくさんの青草と安全な住みかを、対価を必要としない無限の資源と完璧な生活を手に入れたのです。こうしてヤギ飼いは子ヤギたちの神となりました。子ヤギたちは高くそびえるその姿に向かって祈り、感謝し、敬い。どうした？顔色が悪いぞ。でもお前ならこんな誘惑に負けず上位者に頭を下げ懇願するなんてしないよな。こんなにも早く意気投合できるとは。そうだ、その通り。
だが今の世界は違う。ヤギ界はまだいる。小ヤギたちはそれを何食わぬ顔で受け入れているんだ。だからお前の理想とするその世界を俺と一緒に作らないか。小ヤギたちは日夜火を囲んでパーティーを開き、ヤギ会を歓迎しました。ただ一匹黒ヤギを除いて。そしてある夜、その黒ヤギは気づきました。小ヤギの数が日に日に減っていると。漂白者、この世に大悲しにかなう願いがあると思うか。昔の俺もそう思っていた。十分な対価があれば必ず報われるってな。だが違った。真の等価交換など存在しない。世界は最初から不公平だ。そうだろ。報われたいのならもっともっと対価が必要だ。願いを叶えるために重い対価が必要なのであれば、願う人も躊躇し利害を天秤にかける。だがもし他人がその対価を払うのなら、誰もがこぞって願いを叶えようとするだろう。自分自身が他人の願いの犠牲になる可能性に気づかずに。面白いだろ。その後、ヤギ界はヤギたちにこう言いました。ヤギの数が減った理由はただ一匹の黒ヤギにあると。最終的に可愛い子ヤギたちはいつも通りの朝を迎えました。ただ一匹黒ヤギを除いて。そう、ヤギ界が作った新しいルールを黒ヤギは破ってしまったのです。こうして隠された真相が明らかになり、ヤギ界が小ヤギたちの願いを叶えることも、それに伴う犠牲もなくなりました。黒ヤギがしたことを見て、ヤギ界の権威的な言葉を聞いて、それで小ヤギたちは黒ヤギに何をしたと思う？これが自分たちのそばに何よりも恐ろしい悪魔がいることを知らずにいた哀れで愚かな小ヤギたちのお話。こんなことまで気づいてくれて嬉しいよ。ではお前が紡ぐこの村の物語がどうなったか答え合わせの時間だ。小ヤギたちが次々と消える元凶は、ああ確かに元凶はヤギ界だ。ヤギ界に願いを叶えてもらった小ヤギ、彼らはその対価について何も知らなかったわけじゃない。だが残念なことに小ヤギたちは誘惑を目の前にして盲目になった。いや、人事だからといって盲目のふりをしたんだ。彼らはもしやり直せる機会を得たとしても、きっと同じ選択をするだろう。小ヤギたちはただ受け入れることしかできない。死神の鎌が振り下ろされるその時を。それじゃあ二つ目の質問だ。願いを叶えるための対価とは？
財産のためなら命を惜しまないという人も少なくはない。奴らにとって金のない生活など無意味だからな。最後の質問だ、黒ヤギはどうなった？いや、今は答えなくていい。今日は真実とは？ヤギ会は他のヤギを犠牲にして願いを叶えてあげたが、子ヤギたちは真相を知って共犯者となり、ルールを破った黒ヤギを犠牲にした。お見事。子ヤギたちは村の中で互いに助け合いながら狼から隠れて暮らしていました。ところが村にやってきたヤギ会は子ヤギたちの願いを叶え、食べ物と安全な住処を与えてくれました。そうして子ヤギたちは幸福で安定した生活を手に入れ、ヤギ会は子ヤギたちを支配するようになりました。そう、これが物語の始まり。ヤギ会は唯一の黒ヤギを見つけ言いました。あなたの願いを叶える。しかしその対価として他の子が必要だと。しかし黒ヤギはヤギ会の提案を断ったのです。それがきっかけで黒ヤギは仲間外れとなり、食べ物と住処を失ってしまいました。それだけでなく、仲間の子ヤギが次々と消えていくのです。ヤギ会はこう言いました。黒ヤギがルールを破った、彼こそが子ヤギの消えていく元凶だと。そしてもう子ヤギたちの願いは叶えないと。全ての子ヤギは何食わぬ顔で自分の願いを叶えてもらいながらも、自分自身が対価になる可能性があるととっくに知っていました。しかし子ヤギたちはみんな自分だけは対価に選ばれないとずっと思っています。それと同時に、自分がすでに対価になるリスクを背負っているのなら、いっそのこと自分の願いを叶えるために他のヤギたちも同じリスクを背負うべきだと考える子ヤギもいました。心では分かっているのに誰も口にしなかったのです。恐れながらも飽くことのない欲と新たな願いを叶えるために、何度も何度もヤギ界のルールに従いました。被害者加害者を延々と生み出し作られた素晴らしい平和、それが黒ヤギによって壊されるまで。小ヤギたちとヤギ界の貪欲さは黒ヤギによって断ち切られた。しかしそれはやがて怒りの炎を燃え上がらせました。それから炎の跡も血の跡も暗黙のルールとともに誰の目にも映ることはなくなったのです。どうだ、なかなかいい物語だろ。お前もこれで村の真相が分かったんじゃないか。ルールを破った黒ヤギ、権力と欲望に屈した利己的、そして自己中心的な白ヤギ、生贄にされた少女、欲望に溺れ奪い合い、そして殺し合った村人たち、まあ全て奴らの自業自得だ。反逆者を処刑すれば子ヤギたちを震え上がらせ怪獣させ、揺るぎないルールを維持することができる。俺か？残念だがそれは大間違いだ。俺は最初からヤギ界なんかじゃない。俺たちは既存のルールを破る黒ヤギなんだ。
面白い。ますますお前のことが気に入ったよ。ならば一緒に見届けようじゃないか、あの黒ヤギの結末を。果てしない混沌、今のうちによく考えてくれよ。どっちが正しい？もう見つけたのか。頭ゆらゆら、お目目ぐるぐる、ヤギさんたちのお出ましだ。ヤギさんふわふわ、黒気をつけろよ。足元に倒れた先人を踏まないようにな。せいぜい奴らと正しい道を進めばね。そう急ぐな。落ちれば粉々になっちまう。やっ、これ楽しいね。えい、あんこに。ためらいもなくバッサリ。ほら、俺たち似た者同士だと思わないか。今は反論を認めないぞ。せっかく俺の元に来たんだ。ゆっくり話をしよう。ルールを作る側のヤギ界とルールを破る黒ヤギ、どっちになりたい？強靭の集団の中にいるただ一人の正常者、お前にとって彼は正常か、それともただの異端者か。考えてみろ。ヤギ界は世界の断りじゃない。奴がいなくなれば世界は黒ヤギを受け入れてくれる。加害者と被害者のカテゴリーをなくすことができる。レオン、行くよ。これで終わりよ。凶悪者さん、脅迫者さん。スカーの元凶を破りました。これで少しは。手加減してくれてどうもありがとう。脅迫者さんに近づかないで。俺と漂白者二人にしてくれるって約束したはずだよな。条件付きでね。変なアドリブ入れないで困る。そんな急いでお前の脆い完璧な学章を守らなくてもいいじゃないか。加減は分かっている。わざわざ言わなくていい。漂白者、どうやら今回のデートはこれで終わり。ただし俺が言ったことを忘れるな。天からの賜り物、公正公平な取引、それとも一攫千金の博打。さあ、お前は最後に何を選ぶのか、今から楽しみで仕方ない。お前は賢いからそう簡単には決められないだろうな。ではまた近いうちに会おう。
追いますか。私は大丈夫です。どうかお気遣いなく。スカーは空間テレポートと異空間を生成する能力を持っているようですね。さっき閉鎖空間に閉じ込められた時、ほとんど何も感知できなくなってしまいました。それで元凶を破るのにも手間取ってしまって、遅くなってごめんなさい。ここに。これほどの知能を持つ残像は初めて見ました。でもお兄ちゃんってまさか。可能性はあります。スカーも昔ここに来てたのですから。それより漂白者さん、私が来るまでに何があったのですか。基地村で起きた惨劇の真相、どうやらあの儀式と深く関連しているようですね。スカーはよく物語を使って自分の理念と立場に大義名分を与え正当化させます。彼の言葉の真意を確かめるには、実際に儀式が行われた場所を調べるしかありません。あれ、どうかしましたか。残像周波数の痕跡が2つ、そういうことですか。風が導く方向はあちらです。行きましょう。南か。二人とも無事です。ご推察の通り、スカーは彼らに実害を加えませんでした。はい、ご指示の通り、私は一切手出ししていません。そちらの状況はいかがでしょうか。どうか身の安全を第一にお願いします、レイン様。そういえば漂白者さん、前に見つけた木札を出してくれませんか。やはり間違っていませんね。ここと同じ流れ息を感じます。木札の残り半分、ここに置けるのだろうか。の下にあったというのに乾燥していて、水たまり一つありません。植物もよく育っています。これもスカーの仕業でしょうか。確かに彼の能力であればそう難しいことではないはずです。これも音の力ね。
あの木、綺麗。ですが、綺麗だからこそ、恐ろしくも見えます。助けて。私たちに何か伝えようとしている。ここには、特別な何かがある？消えた。最後まで、あの女の子は村の人たちの無事を願っていました。でも誰かの犠牲によって人が救われることなどありません。言葉を繰り返す残像もあの女の子の願いを伝えるためにここに残っているのでしょう。あの漂白者さん、少し寒くなってきましたね。帰りましょうか。すみません、漂白者さん。あそこ、少し不気味な感じがして、風はほとんどなかったのですが、それでもたくさんの時間を超えた感情や思いが、あそこには渦巻いていました。期待、憎悪、絶望。そして、あの日記が綴っている悲しみと思い、日記の主は何を思っていたのでしょうか。過去の平穏な暮らし、それとも自分の家族。すみません、考え込んでしまいました。今後こんな惨劇はもう起きないと胸を張りたいところですが、私にはそう断言する自信も勇気もありません。これも私が東博に加入した理由の一つ。このような惨劇を阻止できるよう自信と勇気を身につけたいという理由です。この世界の悲鳴を阻止することはできません。でもせめて身近な悲鳴を止めたいのです。ありがとうございます、漂白者さん。そう言ってくれて嬉しいです。もう起きてしまったことを引きずったり嘆いたりするのはよくありません。帰ったらここで起きた事件と得られた情報を整理して報告しましょう。では帰りましょうか、一緒に。